ザッパプレイズザッパは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身ロックバンドである。フランクザッパの息子であるドゥイージルザッパが、実の父親の曲をプレイする一大プロジェクトである。2006年、フランクザッパのコンサートを今までに一度も経験していない多くの人や、フランクザッパという名前のもとには必ず現れる、マニアックな人たちのために企画された。コンサートでは、 ステージ上のスクリーンに昔のフランクザッパの映像を流し、バンドが映像に合わせてプレイするスタイルをとっている。2008年にはグラミー賞ベストインストゥルメンタルパフォーマンス部門で受賞している。過去のザッパバンド出身者がゲスト出演する機会も多く、スティーブ・バイ、テリー・ボジオ、ナポレオン・マーフィー・ブロック、レイ・ホワイトなどがこれまでに参加経験がある。2008年に初来日、 翌2009年にも来日し、2010年には、フジロックフェスティバルに出演することも決定している。スマッシュザッパプレイズザッパ08、01スマッシュ、ザッパプレイズザッパ09、04? ありがとうございます。